こんにちは。今回は前評判や予想とは違い、負けると思われていたボクサーが勝った試合で年間アップセット賞に選ばれた試合を紹介いたします。IBF 世界王者ビッグダリチニアンに当時無名だったノニト・ドネアが挑戦いたしました。王者ダルチニアンはアマチュア時代に158勝し、オリンピックにも出場しており、プロ入り後も無敗で世界王者になり、戦績は28戦全勝、22 KO を誇っておりました。王者は変則的な構えからの強打や突進力を武器に KO を量産し、レイジングブルと言われ、防衛戦はほとんどの試合を KO で片付けておりました。一方、当時無名だったドネアは24歳で、戦績は17勝1敗。この試合が初めての世界戦です。突進する王者ダルチニアンにうまくカウンターを合わせるので、ダルチニアンは警戒して突進が鈍っていき、迎えた第5ラウンドにドネアの強烈な左フックが炸裂しました。The Filipino Flash, Nonito Donaire!世界フライ級王者、ポーン・キングピッチに19歳のファイティング原田選手が挑戦しました。当時は今とは違い、世界王座は1団体で、ジュニア階級がなかったため、白井義雄さんが世界王座を陥落してから、8年近く、日本人ボクサーは世界王座に体感できなかったのでした。そうした中、原田さんは当時19歳で、世界では無名だったため、キングピッチが楽に勝って、防衛すると思われておりました。不利が予想されていた原田さんは、序盤から手数で王者を圧倒し、11ラウンドに王者をコーナーに詰めて、得意のラッシュで王者を沈めてしまったのです。後に4階級制覇を達成し、殿堂入りしたロベルト・デュランは、21歳の時に世界王者となり、ノンタイトル戦で同じく21歳のエステバン・デ・ヘススと拳を交えました。デュランは、野性味あふれるボクシングで KO の山を築き、ほとんどの相手を KO し、石の拳と呼ばれておりましたが、初回に左フックを合わされて、ダウンを喫しました。デュランは、得意の打ち合いに持ち込みますが、エステバン・デ・ヘススは、打ち合いの中でも、防御をしながらカウンターを狙って、試合を優位に進めます。エステバン・デ・ヘススは、17歳で世界王者になった、ウィルフレッド・ベニテスのジムメイトであり、ベニテスの父親からトレーニングを受けていたので、21歳ながら超一流のテクニックを持っていたのでした。
ダウンを奪ったデュランは石の拳を猛然と振るい突進しますが、エステバン・デ・ヘッスの硬い技術に阻まれ、劣勢のまま試合が終焉に向かっていきます。上原選手は WBA スーパーフェザー級王者サムエル・フェラノに挑みました。王者フェラノはこれまで41勝しており、上原選手は25勝とフェラノに比べると経験不足な感が否めません。挑戦者の上原選手は2度目の世界戦ですが、初めての世界戦ではベンビラ・フロアに2ラウンドで KO されております。一方、王者フェラノはベンビラ・フロアを破って世界王座に戴冠し、そしてこの試合が11度目の防衛戦ということで、王者フェラノが予想では圧倒的有利とされておりました。第6ラウンドが始まる前に金平会長が上原選手に自分の好きなようにやってみろと言って送り出すと、ラウンド終了間際に上原選手の強烈な右がカウンターとなり、王者がダウンを喫しました。WBC 世界スーパーフェザー級王者アズマー・ネルソンは7度目の防衛戦に無敗の挑戦者ジェフ・フェネックを迎えました。フェネックはバンタム級、スーパーバンタム級、フェザー級と世界王座に戴冠し、4階級目の王座のベルトを狙っての挑戦でした。王者ネルソンは数々の激闘を経験しましたが、33歳となり勢いはなくなっているのに対し、3階級王者のフェネックは27歳で馬力があり、大方の予想はフェネックが4階級制覇を達成すると思われておりましたが、フェネックは初回にダウンを喫します。王者ネルソンは若い時はアフリカの野生児と呼ばれていましたが、キャリアを重ねるにつれ細かいテクニックを習得し、他のアフリカ系ボクサーとは違い素質に溺れることなく、自己節制と練習を怠らなかったことから周囲から尊敬され、プロフェッサーと呼ばれるようになりました。フェネックは得意の接近戦に持ち込みますが、ファイターとしても強い王者ネルソンがパワーのあるパンチを振るい、接近戦でも打ち勝つのでした。そして迎えた第8ラウンドに細かなパンチの応酬から突然強烈な左右のフックを炸裂させ、またもやダウンを奪いました。Thank you, Jeff, for a very valiant performance.